株式会社サンレックは東京都板橋区に本社を置くレジンコンクリート製品の国内トップメーカーである。電力、ガス、上下水道、通信などライフライン向けのレジンコンクリート製マンホールやクボックス、水路補修用パネルなどを主力に製造、販売している。宮電電工社が開発したレジンコンクリートを原料とした製品を量産化する会社として 1970年6月に住友電工と当時の通信建設会社各社の共同出資により同社の前身である名阪郊材株式会社が設立された。1991年には名阪郊材と同様に設立された中央郊材、西日本郊材の3社が合併し現在の社名に解消。当初は NTT の通信用マンホールの製造。 販売が主体だったが、その後、上下水道、防衛通信、電力、JR 向けなどに裾野を広げ、近年は水路補修用レジンコンクリート製パネルの供給等、多角的な市場展開をしている。現在、製造拠点は埼玉、愛知、広島の3カ所、営業拠点は東京、宮城、新潟、愛知、大阪、広島の6カ所で、 日本全国をカバーしている。東愛知県羽郡大口町の名阪工場内に本社技術本部を設置等。ありがとうございます。